レスリング女子で五輪三連覇の吉田沙織41がコアキャラの脱却に成功だ。スポーツブランドラスポルティバを国内展開する日本用品社が主催するイベントが14日に都内で行われ、同社のアンバサダーを務めるスポーツクライミングパリ五輪代表の男子アン空クソラと17イコール八千代高と女子盛合 20イコール茨城県連盟、らが出席。ゲストで参加した吉田は選手村の様子や大舞台に挑むにあたってのメンタル術などを伝授した。霊長類最強女子のアドバイスに耳を傾けた森は、バリアを張っているようなイメージがあったけど、気さくに話していただいた。ズバッというところはかっこいいけど、面白くて、すごくいい人というか、 人間としての厚みがすごかった、と簡単。安楽は、優しそうだけど、ちょっとなんかオーラがあるなというのが結構テレビとかを見ていて思っていたけど、実際に会ってみると穏やかで、言い方はどうかはわからないけど、普通の人だなと思った、と笑顔を浮かべた。この反応に対し、吉田は引退して結構経つけど、やっぱり若い子が知ってくれているのは嬉しい。 と切り出した上で、会うまではやっぱり、強い、怖い、と思われていると思っていたけど、でも会ったら、こんなにお茶目だよ、みたいな感じで思ってもらえたので、この私を広めてもらいたい、と抱負を語った。この日の吉田は今年の目標を、結婚、と改めて明言。新キャラで幸せをつかむことはできるか。